うございます、本日も今から平凡な一日がやってきます。最近ちょっと寝る時間が遅くてですね、現在11時15分、だいたい日回ってからやっと寝るような感じで、朝起きるのもちょっと遅くなってるので、日回るまでぐらいになんとか寝れたらいいなと思って、寝る準備をしていきたいなと思います。では、おやすみなさい。8時前です。最近起きれないから起こしてと言っていたので起こしに行きたいと思います。たっくん、おはよう。8時前だよ。おはよう。はい、いつもの時計もあげるよ。起きた、ちゃんと偉い。はい、おはようございます。ただいま8時前で、今から準備していきたいなと思います。はい、それでは準備して、今が8時24分なんですが、今日はですね、いつもと違ってですね、少しちょっと残念な日で、今日は週に1回のジムがお休みの日なので、まあ、ジムに行けないので、今日は編集頑張りたいと思います。その代わり、夜は嫁と仕事帰ってから、なんか近所、ナス祭りやってるので、まあ、そのナス祭りにちらっと顔だけ出して、ナスの雰囲気を感じて、まあ、今日は終わりたいなと思います。最近、ジム行くのちょっと楽しみやったんですが、本日の予定としては、まあ、今日も特に用事はないんですが、僕オリジナル T シャツ作ってるんですけど、まあ、それがいよいよ今日届くっていうことで、それが届くまでは一歩も家から出れないっていうことで、ずっと家部屋にこもりっぱなしで編集して、無事黒猫さんから荷物が届いて T シャツが届けばオフィスに出社できるっていう感じなんですけど、まあそれもね、自宅待機っていうところで頑張って編集していきたいなと思いますので、届くまでは変わり映えのない映像をご覧ください。ではどうぞ。今ですね、インターホンがピンポンってなって、荷物が届きました。ただいま10時5分ですが、早く来てくれました。じゃーん、これが T シャツで、これが、Amazon プライムなんで、これはまた別で動画紹介すると思うんですけど、まあこっちがようやく来ました。それでは開けていきたいなと思います。はい、あ、いい感じですね。嬉しい。あ、めっちゃいい感じですね。これは S サイズやから嫁蔵用ですね。で、これが M サイズやから僕用で、で、これが L サイズ。おー、めっちゃいいですね。はい、それではですね、今からオフィスに行きたいなと思います。いやー、 T シャツが無事出来上がって、しかも思った通りの仕上がりやったんで、めちゃくちゃ嬉しいですね。まあ、その前に編集がいっぱい溜まってるので、まあ、それをまずしていかなダメなんで、まあ今日はジムも休みやから、ずっと編集して、夜まで多分ずっと編集するんちゃうかなと思います。なので、編集頑張りたいなと思います。はい、それではですね、ちょっとバタバタして昼ご飯食べて、急いでセカンドチャンネル撮ったんで動画撮ってました。そして今からはこれをちょっと掘り込んで、また編集ちょっと続きオフィス行こうかなと思うので、今日はまあジムやってないので、まあちょっと頑張るしかないかなっていう感じで、ひとまずデータ入れていきます。はい、それではですね、撮影していきます。せっかくこの今僕のオリジナル T シャツが届いてるので、どうせだったら今撮影して、着用動画はまた別日になると思うんですけど、紹介だけ今まず撮っといて、まあ、撮影したいなというふうに思うので、この嬉しい気持ちがあるうちに今先撮影したいなと思います。では撮影します。本日はですね、僕が制作してたオリジナル T シャツが完成したので、その紹介したいなというふうに思います。いや、無事撮影が終わりました。T シャツがやっぱ白色なので、まあ、極力 T シャツが目立った方がいいなと思って、ネイビーに着替えたっていう、まあ、ただそれだけでネイビーにこれ着替えてるだけなんですけど、では今からは、オフィスに行って、
ちょっと編集したいなと思いますので、オフィスに行きましょう。はい、それではですね、今からオフィスに行きたいなと思います。ちょっと外雨降ってるんですけども、まあ小走りで行けば行けると思うので、ささっと行きたいなと思います。いや、結構雨降ってきましたね。今日夕方嫁蔵が帰ってから祭り行くって言ってるんですけど、この調子やったらもしかしたら祭り行かれへんかもしれませんが、まあ彼女はだいぶがっかりするでしょうね、祭り行けないって言うと。まあでもそんなことよりも、やっぱりジムがない一日っていうのはなんか体がちょっとムズムズしますね。最近はなんかジム行くのが日課になってるんで、サウナでおじさまたちと会わへんのもちょっと寂しいですね。裸の付き合いがないのも。明日は必ず行きたいなと思います。まあ今日はとことん頑張って、夏祭りでビール飲みながら雨に打たれながら一日を終えたいなと思うので、それまではちょっと頑張ります。いや、あれから結構編集頑張ってですね、今が7時15分ぐらい。ではちょっと嫁蔵待ちます。はい、それではですね、美味しいご飯をいただいて、今から祭りに行こうと思ってパッと外を見たらですね、土砂降りの雨が降り出してですね、もうちょっと祭りには行かれへんかもしれんなという感じで、だりぐだぐだになってます。じゃあ撮ってんの、ちょっとやだ恥ずかしい。なので今日は、おそらくこのまま祭りに行かずにフィニッシュっていう感じになると思うので、まあ、この辺でお別れして、で明日もしかしたら祭りまでやってるので雨降ってなかったら行くかもしれないんですけど、まあもう今日はとりあえずもう行かずにこのまま風呂入って寝るっていう感じになってるので、これで平凡な一日終了したいなというふうに思います。では見てもらってありがとうございました。